トベメンバーの生配信、トベ版が期待外れな視聴者数に終わった裏には何があったのか ?2023 年11月25日、滝沢秀明氏が設立した芸能事務所、トベが公式 YouTube チャンネルで大規模な生配信を行いました。この生配信は、トベ版と題され、元 V6 の三宅健、元キスマイフット2の北山博光を含む12人のメンバーが一同に開し、 質問トークや VTR などが織り混ぜられました。しかし、期待されたほどの視聴者数を達成できなかったことが明らかになりました。この記事では、なぜ、トベ版の視聴者数が期待を下回ったのか、そして次回の生配信でどのような展開が予想されるのかについて探っていきます。トベの全開性配信の成功と期待、トベの YouTube チャンネルは、過去に元キング プリンスの平野史洋と神宮寺雄太が参加した7月の生配信で注目を集めました。この時、リアルタイム視聴者数は100万人を突破し、大きな盛り上がりを見せました。さらに翌週には、インプの7人が合流を発表し、同時視聴者数45万人台を記録するなど、飛べの生配信は成功を収めていました。そのため、11月25日の飛べ版では、 全メンバーが揃うことから大きな期待が寄せられました。しかし、結果は予想外のものでした。飛べ版の配信内容と視聴者の反応。飛べ版の生配信は、元歌版のような歌番組を彷彿とさせるタイトルであり、多くのファンが歌やダンスのパフォーマンスを期待していました。しかし、実際の配信ではトークと VTR のみで終わり、歌やダンスが披露されなかったことが一部のファンから残念がられました。 芸能記者によると、配信時には他の地上波番組も同時に放送されており、特に嵐の相葉雅紀が MC を務める、ああ、みんなの動物園やセクシーゾーンの菊池風魔、スノーマンの向井浩二が出演する、芸能人が本気で考えた、ドッキリグランプリなどが影響して視聴者が分散した可能性が指摘されました。最大で30万人ほどの視聴者数に止まり、期待された盛り上がりを見せませんでした。 次回生配信への期待次回のトベの生配信は12月24日のクリスマスイブに行われる予定です今回の配信が期待外れだったことから次回はどのような数字を叩き出すことができるのかが注目されていますトベはこれまでの生配信で異なるメンバーの参加や様々な企画を通じて視聴者を引き込んできました次回のクリスマスイブの生配信では メンバーたちがどのような新しい試みを行うのか、そして視聴者の期待に応えることができるのかが鍵となります。トべの YouTube チャンネルが開催したトべ版の生配信が期待されたほどの視聴者数を達成できなかった背景には番組内容の予想外の展開や他の地上波番組との競合があったと考えられます。一部のファンからは歌やダンスが期待されていたが、配信はトークと VTR に終始し、 期待に応えられなかったとの声もありました。次回の生配信が12月24日に予定されており、飛べはこれまでの成功を踏まえてどのようなアプローチを取るかが注目されています。視聴者とのコミュニケーションを深め、ファンの期待に応えることが今後の視聴者数向上につながるでしょう。